もう少しあれですよね、雲多い方がいいですよね、うん、ちょっと光もさしてきていい感じなんですけれども、もうちょっとね、雨降りそうなぐらいの方がいいかもしれないですね。おはようございます。今私がいるのが、浅草の、ね、東橋の上からこれ撮ってるんですけれども、いつもね、ここがドラマチックでいいとか言ってるんですけれども、もっとね、雲あった方がいいんですよね、雨降りそうなぐらいね、ちょっと明るすぎるかな。で、今日はここからですね、いつも日の当たる関係で西から東の方へ向けて歩いてるんですけれども、今日は雲多いんでね、あまり関係ないかなと思って、東から西の方へ、だから浅草からね、上野の方へ向けて歩いていきたいと思います。どの辺あたりがいいかな。この辺からとりあえずは見てみます。ね、右下に船入れて撮ったらいい感じはいい感じなんですよね。これね、橋がね、トラック走るとね、結構微妙に見えるんですよ。どうかな、もうちょっと真ん中寄りで、ビルをもう少し入れてみる。ああ、さっきの方がいいか。まあ、一応取っておきます。今日は雲が多くってね、太陽の光が微妙なんで、どうしようかな。意外とあれですね、人歩いてないですね、ここね。もっと人歩いてるからと思ったんだけど、ちょっとあれか、しつこいか、船が船取ってるようになっちゃうな。それと、あとあれですよね、遊歩道を入れて撮っとうかな。これね、平日の朝からね、人そんな歩いてないですよね。だから人を入れたいんだけどそんな歩いてるわけないんだよな、平日の朝から。そうそう、もうちょっとあれやな、やっぱこの辺やな。ここでいつもね、右側のあの上の段の方に人が歩いてくれないかなと思うんですけども、なかなか来ない。ちょうどいい感じで電話してるサラリーマンの人が角っこに立ってくれた。さっきからあの人いたのに、わざわざこっち来てくれて、いい人だ協力的で。あ、ちょうど日も当たった。なかなかいいんじゃないですか。よし、じゃあ行きましょう。あれ、さっきからね、左側なんか並んでるなって思ったら、あれ喫煙所でなんか人数制限してるみたいで、今ちょっと映りますけど、それで待ってるんですね、タバコ吸う順番を。こうやってね、大変ですよね、タバコ吸うのも、待たなきゃ吸えないって。これどうしようかな。これ右側の向こう側、今映ってる方は、あの浅草寺のある方なんですけど、それはね、前回行ったんで、左行ってみる？左、これ左何もないか。何もないな。通り渡るか。こっち、もうこの辺も見納めやね。ほぼもええ感じやねんけども、写真にはなんねんか、この出口のとこね、あんまり良くないか。なんかこの標識とあの右下の看板がいい感じやなと思ったんだけど、そうでもない。ツリー隠れちゃうもんな。
あかんね、ツリー隠れるわ。この辺から撮ってもあかんね。なんかもったいないような気もするしな。川の辺撮ってないからな。どう？一応さっきのとこ撮っとく気になんねんな。なんか。なんかタバコ吸ってる人がこっち気にしてるから、撮りにくいねんけど。でもなんか、ちょっと撮っとくか。この屋根ちょっと入れたいな。屋根をちょっと入れたいな。もうちょっとか。ちょうど女の人歩いてきて、電車乗ってくれたらええねんけどな。ああ、乗ってくれるわ。地下鉄乗ってくれるわ。ええ人や。今日は協力ありがとうございます。みんなにこうやってね、協力してもらっていい写真が撮れるんですよ。いや本当、人入れるときやっぱそうですからね。やっぱり歩いてる人に協力していただかないとね。あっちどうかな。あっちも行ってみる、とりあえず。橋の北側はなとこ招き猫あるし、こんなんあったっけな。こんなのあった？あんなのなかったような気がするな。ああいうおっちゃんはね、あの前からいたけど、前からああいうのあったけど、ああいうのおっちゃんゴロゴロいたからね。これ減ったよな。でももっとこの辺は綺麗にしちゃったから、遊歩道をね、もうちょっとね、あの今東武線走ってるでしょ、あれのね、もっと北側行ったら、ああいうおっちゃんゴロゴロいるかもしれないね。まだね、どん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 追いやられちゃってる。綺麗にしていくからね、遊歩道。まあ本来ならね、おっちゃん住んだらあかんとこやからね、この辺はね、人の住むとこやないからね。前回はあの馬道通り、江戸通りか、手前はね、江戸通りからこっちは来てないのよな。だからちょっとだけ見てみようか。なんか離れがたいし、ことと通りまでとりあえず行ってみようか。これで戻って、これで上野の方か。まあそんなに前回みたいに急いで浅草っていうあれじゃないから。この辺カフェガイラあんまりやな。駅な、駅ね。これは東武線の浅草駅。いや本当昔ながらなんやな、ここはな。駅変わってないわ、全然全く変わってない。どこポンって入ってきへんかな。ここ東武の下なんだけど、特にはないもんな。案内所がある、案内所がある。ああ今ちょっと逃したかもしれないな。右側から自転車の女の人が自転車押して歩いててんけど、そこ取ればよかったな。あっち渡りはんねん。ここ渡れるようになったのね、向こうの対岸に。こう右側にね、人が来てくれへんかな。やっぱりあれあれ、あの自転車を押して歩いてる女の人のところが一番良かったかもしれないね。逃したな。
朝一から。一人。一人女性が自転車を押して歩いてくる。あ、このカフェのとこどう？なんかカフェがあるわ。カフェ人おらへんしな、でも朝早くで人いない。人いねえな。カフェだけ撮ってもつまんないしな。こう上がってきた感じだよな。あんまりあれ釣りが無理に釣り入れんでもええか。このぐらいの方がええんだな。そうやな、無理に釣り入れようと思ったらもっと下がらなあかん。下がったら人が分からないし、あかんね。最高。ここもええね。これでもね、なんかあのいい感じでカフェがあって、人が上がっていけへんから、ここで人上がってくれたらバッチシやねんけど。こうやってね、来てくれるんですよ。今日もいいね、引きが。ちょうど来てくれるんだよね。やっぱ日頃の行いかな。こっちからはあかんね。この辺からもいいけど。やっぱり左に人がいるよな。階段上がっていく人がいないとなんかちょっと寂しいな、で来ないってことはやっぱさっきのが良かったのかもしれないね。それはもう帰ってからのお楽しみで。こっちちょっと入ってみるよ。これまっすぐ行ってても思んないんで入ってみる。パン屋さん、浅草ベーカリー。これロール、なんていうか、肉まつロールって、浅草ベーカリー。12時から。まあまあ、売ってても買えないんだけどさ、12時から。学校がある。小学校。何が始まるの？黒いマント着てるけど、みんな。ずっと見てたらやらしいよな。あ、運動会の赤、踊りの準備か、練習か。もうそういう時期やもんな、運動会。秋の運動会。あ、なんかやってるやってる。ほらほら。行った行った。あれ、なんつったっけ？ああいうのね、沖縄かなんかやったっけ？近くだっけ？
いいじゃん。あ、行こう行こう。ずっと見てたのね。このとこカフェ S&R ホットサンドカフェ、ホットイッチ屋さん、サンドイッチ屋さん、あんなこんな裏でね。でここが雷門、ここも渡るか。これね、人いないけどね、まだ。まあ午前中やし。うわ、古そう。コーヒーマーチ、こういう店多いね。あの個人のそのコーヒー屋さんカフェ、あっち右が気になるな、あっち行くか。そう、浅草なんかこういうの多いな、ちょっと軽食を出すようなね。あ、すごいセンス、浅草っぽいな。万行さん、扇専門店、こういうとこでなんか舞台とかで使う扇とかも作るのか。多分そうやね。提灯、提灯、今書いてある提灯、山崎屋、提灯山崎屋さん、浅草らしい店やね。なんかすげえ昭和っぽいな、この辺昭和っぽいぞ。糸巻け、ここも綺麗、お弁当、花火、花火、市松花火、おはぎうまそう。見てこれ、めっちゃ上品やん。あ、こういうの買いたいな。おはぎ1個216円やって高いけどうまいんやろな。うわー、ええー、なー、ええー、けど持たれへんしなやっぱりあれか、今日も西から東、浅草向けて来るべきやったのかな。そしたら帰りね、買って帰れたかもしれないね。残念やな。ここにもあるわ、甘味どころみたいなことしてはんねんな。カステラ、みたらし団子、おぜんざいとかあるよな。なるほどねそうか、失敗したかな。何やさ、高小学校ね。ここなんか店集まってるもん。このポップ浅草東京っていう看板がいいね。おっちゃんが行ってからやと思う。もうここいいね。何もない方がいい？誰かちょっと来ててもええか。で、国際通り渡りましょう。西へ向かいましょう。気になんないんだよな。ここもいいんだけどな。あ、いいじゃん、いいじゃん。東上野6丁目